横浜事件は、第二次世界大戦中の1942年から1945年にかけて、編集者、新聞記者ら約60人が逮捕され、約30人が有罪となり、4人が極死した事件である。戦後、無実を訴える元被告人やその家族、支援者らが再審請求をし続けた。 2005年に再審が開始され、罪の有無を判断せず裁判を打ち切る免訴判決が下された。事件の検挙対象拡大の契機となった写真の撮影地から白事件とも呼ばれ、白横浜事件という名称も使用されている。当事件の検挙開始と前後して発生し、後に当事件に結びつけられた事件である。管轄した警察も異なり、 もともとは別個の事件であった。1942年、総合雑誌、改造に掲載された、細川家禄の論文、世界史の動向と日本が、9月14日に、日本読書新聞に、陸軍報道部長の谷萩中尾が掲載した、書評、戦争と読書の中で、共産主義宣伝であると指談される。同日、細川は、 警視庁世田谷警察署に治安維持法違反の容疑で検挙された。この事件は細川個人のみが容疑者とされ、関連して検挙された者はいなかった。白、横浜事件短所の地記念碑細川検挙の3日前の9月11日、神奈川県警察部特攻課はアメリカ合衆国で労働運動を研究して帰国した。 河田久志とその妻をアメリカ共産党の指令を持ち帰ったという容疑で検挙する。しかし河田はアメリカ共産党員だったことはなく神奈川県警による虚偽の容疑だった。河田は当時世界経済調査会の資料室長を務めており、神奈川県警は河田の関係者に検挙の手を広げる。その中に世界経済調査会の高橋義雄がいた。 高橋はソ連問題調査会を南満州鉄道東京支社調査室のメンバーと結成しており、そこから満鉄調査室も捜査の対象となる。1943年5月11日、満鉄調査室の西沢富夫と平立敏夫が検挙され、西沢の家宅捜索で警察は一枚の写真を発見した。この写真は細川家禄と、 改造や中央公論の編集者、満鉄調査室関係者などが同席した集合写真で、これを神奈川県警察部は日本共産党再建準備会の写真と決めつけた。実際には細川の距離、富山県下新川郡泊町の料亭旅館、門左で撮影されたもので、細川が1942年7月に親しい編集者、 研究者を招いて一泊二日の懇親会を催した、際の記念写真に過ぎなかった。この写真を起点に、改造者と、中央公論者をはじめ、朝日新聞社、岩波書店などに所属する関係者、約60人が次々に、治安維持法違反容疑で逮捕される。神奈川県警察部は、被疑者を川や市内で殴打して失神するときつけに、 バケツの水をかけるなど激しい拷問を加えた。拷問で虚偽の自白を強要した。別件の論文事件で起訴されて東京地方裁判所で公判を受けていた細川はこの事件の関連者とされ、1944年5月に他の事件検挙者が収監されていた横浜刑務所の未決官に身柄を移された。厳しい捜査で4人が極死した。 神奈川県警察部の管轄事件であったために、横浜事件と呼ばれるようになった。判決が下ったのは、玉音放送がされた直後、すなわち法が廃止される1ヶ月前の1945年8月下旬から9月に、かけての駆け込み言い,い渡しで、約30人が、執行猶予付きの有罪とされた。GHQ による、戦争犯罪卒追を恐れた。 政府関係者によって当時の公判記録はすべて焼却され残っていない。被告のうち細川家族は不当な公金と捜査に対して徹底的に抗議すべきという立場から容疑を認めることがなく1945年9月に保釈された後10月の治安維持法廃止によって11月に審理打ち切り免訴となった。戦後元被告は 笹下会という組織を結成して1947年に会員33人が当時手を下した元特攻警察官28人を告訴し1952年に最高裁判所でうち3人が有罪実刑が確定したが同年4月の日本国との平和条約発行時の大社令により釈放され実刑に服することはなかったまた裁判官 検察官に対しては何らの処分もされていない。真相については現在でも不明な部分が多く、言論弾圧的な側面だけではなく反島上秀樹の有力な重臣であった、この絵踏み丸の失脚を期したものではないかと推測される場合もある。というのは、この絵の側近、後藤隆之介の主催した昭和塾で、細川家禄が講師をしていた関係で、 塾からも逮捕者が出ているからである。細川家老は、1953年に、服部思想による聞き取りにおいて、論文事件の検挙に関して、以下のような発言を残している。その裏が、どういうことになるかというと、だんだんこの絵が危ないと思ったんだな。風見は私につながるでしょう。その先は、尾崎につながる。尾崎事件の時は、私は睨まれた。 私の論文のきっかけは、ずっと平和運動を、始めは戦火ということから、さらにできるなら風見をひっつかまえ、この絵をひっつかまえてやろうというのが、唐沢とか、ああいうろくでもないやつが、内務大臣、岸あたりと組んでやったんじゃないか。あれは、軍部の関係ですよ。軍部は、私の考えは、戦争はうまくいかないということだから、 それで軍部として、内輪に何とかしなければならないと思ったんでしょう。有罪判決を受けた関係者、遺族は次のように主張して、全くのでっち上げだと主張しており、名誉回復を求めていた。無実を訴え続けた元被告人やその家族、支援者らは再審請求を繰り返していた。1986年に第一次、1994年に、 第二次再審請求の審査が行われたが、いずれも棄却された。しかし、元中央公論編集者の妻ら元被告人5人の遺族が1998年に申し立てた第三次再審請求で、横浜地裁は2003年に再審開始を決定した。検察官の即時広告申し立てに対し、東京高裁は広告審で、警察官の拷問を認定した。 確定判決から、と認定した。再審は事実認定の誤りの是正が基本。法解釈の誤りを理由にするのは、再審の本質と相入れないことを理由として、検察側広告を退け、横浜地裁の再審開始決定を指示した。東京公検は最高検と協議した、結果、特別広告を断念。再審開始が確定した。 高い下元被告人らの意思を受け継いで再審を請求した遺族らは無罪の一言を聞くのはもちろん、なぜ横浜事件が作られたのかを解明することが大事だと語った。これは再審が無罪を認めるだけではなく治安維持法がどのような法律であったか、どれだけ多くの人がその害を被ったのかを解明して、司法の犯罪と日本の戦争責任を明らかにすべき。 裁判であることを強調したものである。2008年10月に開始が決定された第4次、最新第一審の横浜地裁は、2009年3月30日、第3次最高裁判例を踏襲し、免訴を言い渡した。ただし、事件の被告人が無罪である、可能性を示唆した上で、免訴では、遺族らの意図が十分に達成できないことは明らか。 無罪でなければ名誉回復は図れないという遺族らの心情は十分に理解できると述べ、刑事保障手続きでの名誉回復に言及した。これを受けて、遺族側は控訴せず、今後刑事保障手続きに移ることを明らかにした。本件に適用される旧刑事訴訟法での控訴期限である4月6日までに、元被告人遺族、検察の双方が控訴しなかったため、 免訴が確定した。2009年4月30日に第4次、最新請求の元被告人遺族が、刑事保障の請求手続きを、横浜地裁に行った。遺族は、地裁が、保障決定に際して事件が冤罪と判断することを、期待すると、記者会見で述べている。2010年2月4日、横浜地裁は、元被告人5人に対し、請求通り、 約4700万円を交付する決定を行った。審理を担当した横浜地裁の大島、高明裁判長は決定の中で特攻警察による拷問を認定し、共産党再建準備とされた会合は、証拠が存在せず、事実と認定できないとした。その上で、確定有罪判決が特攻警察による思い込みや暴力的捜査から始まり、 司法関係者による事件の追認によって完結したと認定し、警察、検察、裁判所の故意、過失は重大と結論付けた。最新で実態判断が行われた場合には、無罪判決を受けたことは明らかであるとして、実質的に被告人を無罪と認定し、事実上事件が冤罪であったことを認めた。本件について、 その判決用紙が2010年6月24日付の官報並びに読売新聞、朝日新聞、新聞赤旗の3紙に横浜地裁の名前によって広告された。免訴判断が示された後、元被告の遺族2人が国側による裁判記録の処分により再審請求が遅延して名誉回復に障害をきたしたとして1億3800万円の 損害賠償を求める国家賠償請求を東京地方裁判所に提訴した。2016年6月30日、東京地裁は検察官や裁判官が元被告に対する拷問を認識しながら自白を前提に起訴、判決を行った点や裁判資料を処分した点についてはいずれも違法と認めたものの国家賠償法の制定以前の事案であるとして、 請求を棄却した。7月11日に遺族側は判決を不服として東京高裁に控訴した。2018年10月24日、東京高等裁判所は遺族側の控訴を企却一審判決を指示した。原告側はこれを不服として上告する準備を進めたものの東京高等裁判所の 上国定期通知書送達から50日以内に上国理由書を交際に送付する必要があったにもかかわらず弁護団のミスからこの期限を超過したため2019年1月18日に交際は上国を却下し裁判は終結した。ありがとうございます。